隣のちょっとすごい人っていうことですね、経営者ではないんですけども、まあ経営者じゃなくてもすごい人っていうのはいっぱいいますんで、かまっこプレパークの斉藤さんという方に来てもらいました。よろしくお願いします。初めて会ったのかな、門前前のミーティング、はい、あったというのだと思うんですけども、かまっこプレパークさんって どんな活動されてるんですか。かまっこプレーパークは、はい、まあ、もともとまずプレーパークっていうのが、まあ、子どもたちの外遊びというか、子どもたちが極力自由に自分たちで遊べるようにっていうのを目的とした市民活動で始まってて、それをなんかこう塩釜でもやりたいなと思って、なるべくこうルールとかこういうふうにプログラムとかもなしで来た子たちが自由に過ごせるようなあの時間を作ってて、それを月に1回中之島公園でやってます。資金的なやつっていうのは、はい、どうやって集めてるっていうか、はいはい、運営してるんですか。活動資金は、はい、最初は瀬尾真さんの助成金がありまして、はいはい、子どもホットスペースってい う子ども食堂だったりとか、子どもたちへのあの支援、学習支援だったりとかってところに、あの助成金出し、活動に助成金出しますよっていうのがあって、それがきっかけで始まったんですけど、その今はあの助成金また別の、あの子ども夢金っていう別 の助成金を取って、まあ、基本的には助成金メインで、はい、やってます。企業さんだったりとか、なんか財団さんだったりとかっていうのが、子どもたちのための活動にやっぱ助成金っていろいろあの用意されてて、まあ、その助成金の一つを使ってます、はい、どういったきっかけで、まあ、いつからそういう事業を始めることにしたというか、始めたんですか。もう始めたのは本当に2018年の12月に、はいはい、あの発足して、はい、2019年から、はい、その塩釜市が子どもホットスペースっていうのを助成金を第1回に始めますっていうお知らせが来て、結構先なんですね。あ、そうですそうです、はい、本当にこの名前くらいですくらいからです。そうですそうです。始まって、もともと私はプレーパークっていうのを仕事で NPO で仙台で職業としてやってたんですけど、そのうちのがまっこの、代表の問いが、ずっとこう自分が子育て中からなんかこうもっとこう子どもたち、それこそ子育てしてるのが震災の時だったので、うん、公園も遊べなくなって、もともと遊べてた空き地とかもなんかいろいろ使えなくなって、うん、でこのほとんど子どもたちがこう実際こう子育てする時に遊ぶと場所がないなっていうのがある中で、その仙台市とかいろんなところでやってたプレーパークっていうのにあって、あ、こういうふうに本当は子育てしたいっていうのをもともと出会ってたんですね、本当に。十何年前に、はい、それをずっとそういう思いでなんかいたんですけど、はいはい、その助成金が出るって時に、あ、塩釜でもやりたいって思って、うん、でそこからあの私がたまたま近所だった、はい、実家が近所で、たまたま同じ公園で子供の頃に遊んでた、世代は違うんですけど、はいはいはい、なんかきっかけもあって、まあ、私は仕事として、はいはい、で彼女はその地域のお母さんとして立ち上げて、まあ、私は仕事はプロというか職業としてやってるんですけど、活動に関しては地元民として、はいはいはい、あのボランティアでやってます。やってみて、まあ大変なこととかいっぱいあったと思うんですけども、はい、まあ、嬉しかったこと、大変だったことが何かありますか。大変だったことはやっぱりこう2018年からずっと続けて、まあ、コロナもあったんですけど、はいはいはい、その代表の問いと私以外 その運営スタッフっていうのがほぼいない状態で進んでて、遊びに来てるお母さんが子供連れながら一緒にやってくれたりとか、その活動に賛同してくれてる方がお手伝いに来てくれたりもするんですけど、やっぱりこう継続的にこうやってる時に私たちも仕事が本業があるので、こう土日に子供たちね開こうと思ってやるんですけど、土日も仕事の職業なので、なかなか子供たちにこう定期的に開催できないというのが、やっぱメンバーが少ない、仲間が少ないっていうのはすごく大きいなと思ってますね。人によればね、シフト制みたいな感じで、あ、そうそうそう、今日誰か行けるって言うんですけど、私たち2人が行かなかったら行けられないなるほど、それは大変ですもんね。嬉しかったことですか、逆に。嬉しかったことってなんか難しいなと思ってて、
っていうのも、なんかこの活動子供たちのためにやってて、なんか自分の嬉しさとかって関係ないなと思って、子供たちが、あ、ガマコやっててよかったなって言ってくれたら嬉しいというか、まあ、それも嬉しいって感じるからやってるわけじゃないんですけど、結果としてそれなるといいなと思ってる。だけどね、なんか嬉しいって難しいんですよ。小さいことはいっぱいありますよ。こうなんかちっぴなんかこう普段は小学生中学生たちの中で、なんか小学校1年生だからってちびっこ扱いされている子が、なんかこう幼稚園児の子が来た時にちょっとお兄ちゃんやってたりとか、ちょっと自分普段の自分とは違う自分になれたりとか、そういう姿を見ると、あ、なんかこう学校でも家でもないところでその子のそのいろんな面が出せればになってるのはいいなと思うんですけど、なんか嬉しいってそれは表現するのが難しい。なるほど。出身は塩釜なの？あ、出身塩釜です。ね、はい。子供目線ではいつも遊び考えてると思うんですけども、ご自身はどのような子供だったんですか？そうですね。私、塩釜で、それこそ水産加工業だったんですよ、実家が。ああ、そうなんですか。へえ。なので、塩釜の中でも結構、町寄りというか、もともと父もその水産加工業の関係で、やっぱりお祭りだったりとかにも積極的に関わってましたし、あの猿田彦ってわかりますか？ごめんなさい、わかんない。あの港祭りの時に、あのおみこしを先導する、なんかここになんか天狗のお面をかぶって一番前に立ってる、そのちょっと派手な衣装の猿田彦っていう役が、あ、そうなんですか。じゃあもう本当にもう先陣切っていろいろやられたり、そうなんですよ。それもあって結構小さい頃からなんかこう町の人と、はい、結構あの小さい頃からこう花火大会の募金をしてたりとか、昔はやってたんですよ。あ、今やってないですよね。やってないからね。やってないと思う。そこ塩釜行き前で、はい、俺もギリギリなんかちっちゃい頃やった記憶があるとか、そうそう、募金活動を、はいはい、父と一緒にやったりとか、はいはい、なんか町のことに割と積極的に関わってる子供時代で、はいはい、もうなんか地域の中歩き回って遊んだりとかはしてて、好きだったのはマリンゲートに行ってクラゲに石を投げて桟橋からクラゲに石を投げて、クラゲって石当たんないんだなってやつ。あ、そうだった。あ、クラゲいるんですか？いるんですよ。船着き場までの桟橋のところに昔すごいクラゲがいないんですけど、そう、そんなところで遊んだりしてました。そうなんですね。やっぱマニアックですね。遊びきった。さすがプロですね。塩釜の好きなところとかおすすめなところっていうのはやっぱあります？あ、そうです。私が、まあ、新富にもともと住んでたので、はいはいはい、まあ、マリンゲートも割と徒歩圏内 で、はいはい、でマリンゲートのだから屋上がすごく好きで、あ、海晴らしがいい、あの海、浦戸諸島の方までずっと見えて、町の方も見えて、すごくそこの場所が好きで、暇があるとそこの屋上の丸い切り抜かれた壁のところに寝そべるっていう、で空を見上げるっていう。割と近いっちゃ近いです。あ、そうですね。もう全然行けるので、今でもマリンゲートの屋上は好きで、はい、結婚式もそこで、あ、写真撮らせてもらったりとかしてるのと、あとはエスプの空中庭園が好きです。エスプ、ああの外の、あ、そうです、はい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 、あそこ水が張ったりとかして、はい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 、すごい楽しい。あれ、あ、そうですね。俺もちっちゃい頃何回か遊んで、あ、もう楽しかった気がしますね。そこがすごい好き。水遊びってなんか、あ、そう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 、好きなんですね。木みたいのもあるし、あ、そうです、なんかツリーハウスが今までの小一さんが作られたってなんか聞いて、はい、だから子供しか入れないんで、あ、そうなんですか。できてて大人だったんで入れないんですけど、今後 やりたいなんか夢とか目標ってあったりするんですか？今後やりたいこといっぱいあって、一個なんか駄菓子屋さんを復活させたいなと思ってて、昔塩釜のそのうちの山椒の学区にはあった、はいはい、あのバッパ屋っていう駄菓子屋さんがあるんですけど、高架下にあった、本当にただ駄菓子屋としてお菓子売ってるだけじゃなくて、やっぱたまり場になってたんですよね。だからまあ駄菓子屋さんとしてお菓子を売りたいがメインっていうよりかは、そう、子どもたちがたまれる場を、はい、なんか作りたいなっていうのと、であと塩釜ネットワークっていうのを作りたいなと思って、塩釜さんとか今はなんかいろんな情報発信されてる方もいるんですけど、子ども、若
子育ての情報は今だんだん増えてるんですけど、私としてはやっぱ子供を中心にしたいので、うん、子供関係の情報発信と、あとネットワークっていうか、こうそういう活動してる人たちとなんか定期的にこうお話ししたりとか、情報交換やっぱしたいなと思って、なんか塩釜ネットワークを作りたいのと、あとはやっぱり、まあ、子供真ん中社会が今言われてるんですけど、まあ、子供を真ん中に据えた考えとして、やっぱりそれを考えるときに子供の権利っていうのをやっぱりすごく意識しなきゃいけないなと思ってるので、でもやっぱり子供たちも知らないし大人も知らないので、子供の権利って分かんないし、俺も初めてその聞いて、法律なんですか、子供の権利っていうのは。国連で決まってる条例、条約なんですよ。で、日本も1994年に批准したっていうか、世界で決まった、はい、そのこの子どもの権利を守りましょうっていう、はい、その日本の条文っていうか、その決まり事があるんですけど、それを日本も守りますっていう1994年に言ってるんですけど、広がってないので、それをなんか難しいことじゃなくって、はい、なんかそれこそ今の学校とかでもなんか、はい、女子もズボン履きたいとか、それをなんかこう学校に訴えるって、子供たちやっていいのかって、こうそもそも分からないんですけど、やっていいんですよね。また声上げていいんだけど、声上げていいってなんか教わってない。大人も声上げていいよって教えないみたいなところがあるので、まあ、子供たちってもっといっぱいいろんなことができるんだよっていうところを、もっと発信したいなと思って、今少しずつ自分も勉強しながら、やろうと思ってます。なんか第1回って聞いたんですけど、そう、まあ、隣の経営者シリーズは、うんうん、まあ、まあ、自分含めて3人撮ったんですけど、はい、でもまあ、ちょっとすごい人は初めて来てもらって、ちょっとすごい人はそもそもどういうことなんですか。いや、まあ、定義はね、まあ、うち今手伝ってもらってるの自分含めて3人といるんですけど、うんうん、まあ、定義はないんですよ。そうなの。はい、定義はないんですけども、でもまあ、なんかやってる人ってやっぱすごい、なんかやってるだけすごいなと思うんですけど、うんうん、なんかまあ、とりあえずなんかすごいって言ってたんで、じゃあすごいなって感じで、このなんかこうチャンネルとしてはなんかどうなっていきたいんですか。そのいや、やりたいことに似てるというか、俺も塩釜を盛り上げたいんですよ。で、みんなが主役みたいな、はいはい、まあ、子供主役、もちろん子供も主役、でも我々も主役みたいな、っていう感じで、なんかみんなで助けていかないともう生きていけない時代じゃないかなと思ってて、まあそれこそうちの事業にしかり、やっぱりこう自分で宣伝するのも限界ありますし、だったらこうみんなでこうみんなでみんなのブランドを作っていけば、まあみんな活動しやすいじゃないですか。だから塩釜のそのコミュニティみたいなのを最終的には作れればなと思って、っていうのは昔からこうあったんですよ。でもこの前の門前前ミーティング見たときに、あ、結構そういう人多いなと思って、ね、結構な人数集まったなと思って、なんか俺ももう自分できることやってみようかなと思って、前から YouTube チャンネル本当くだんないことはやってたんですよ。でもまあくだんないことをやめて、まあ、ちょっとその地域に特化した動画にもうシフト変更を思い切ってしようと思って、でだからまあそういうのでこういろいろこう地域の人がこう見て面白く、うんうん、笑顔で暮らしてもらえればなと思ってつながって始めた感じですね、うん、はい、ぜひまたチャンネル登録者数が増えて、はい、こうまた宣伝力が上がったらぜひ読んでほしいです。YouTube でちょっとでも収益になれば、うん、それこそ法人みたいなのを作って、うん、その収益でこう運営してって、まあ、ちっちゃいけど頑張ってる人いっぱいいるじゃないですか、うんうんうん、俺とかもまあ第0回見てもらったかもわかんないですけど、はい、俺も要は解雇になって、まあ、まあまあ辛い思いしてきたんで、まあ、正直まあバカを見ない世の中というかにしたいなっていうのはそんな感じですね。ちょっと第1回、来店隣のちょっとすごい人ということでね、ガマコプレパークの斉藤さんに来てもらったんで、まあなんか子供を遊びに行きたいという時はちょっとインスタかなんかあと載っけておくようにしておきますんで、ぜひ皆さん遊びに行ってみてください。ありがとうございました。バイバイ。